川口博士が洞窟に入る、カメラマンと照明さんの後に入る。洞窟の中には白骨が転がる、何かで磨いたようなピカピカの白骨が転がる。すると突然頭の上から怖い蛇が襲ってくる。なぜか不思議なことに尻尾から落ちてくる。蛇の攻撃避けると動かないサソリが襲ってくる。